1991年ソ連国内軍ヘリ撃墜事件は、ナゴルノカラバフ戦争中の1991年11月20日、ナゴルノカラバフ自治州内カラケンドで、国際停戦監視団の登場するソビエト連邦国内軍所属の輸送ヘリが、アルメニア人武装勢力により撃墜され、搭乗員22名全員が死亡した事件。アゼルバイジャン側からは、カラケンドの惨事と呼ばれる。 当日の現地時間14時42分、ナゴルノカラバフジ地州のマルトニ地区、カラケンドから 3km の地点で、乗員含め、計22人が搭乗した、ソビエト連邦国内軍所属のミマイナス8が、墜落した。搭乗者には、アゼルバイジャン共和国の元政府高官やジャーナリスト、そしてロシア共和国と、カザフ共和国からの停戦監視団員が含まれていた。ヘリは、 直前にロシアカザフ間で取り決められたジェレズノボツク共同宣言に基づく停戦を監視するためにアゼルバイジャン側の代表を伴い自治州外のアグダムから紛争のただ中にあった自治州内マルトゥニに向かう予定であった事件直後にタス通信がナゴルノカラバフ共和国側のソースにより報じた内容はヘリが霧の中で岩場に衝突したというものであったしかし その後の調査で機体の胴に、ロケット砲の爆発のような穴が確認されたため、パイロットエラーや悪天候を原因とする説は弱まった。軍が現場に到着した時には、ヘリの装置やジャーナリストの撮影機材、犠牲者たちの貴重品、そして12丁の拳銃はすでに略奪された後であった。しかしブラックボックスは現場に残されており、これは調査のため爆雨送られた。 ヘリには3度の砲撃を受けた跡があり、ローターや機体の穴から攻撃手段は大口径の戦車砲、PK や 14.5mm 口径の PKTV であろうと調査団は推定した。また、未確認の報道によれば、死体にも弾痕があり、事件直後に現場で正体不明のヘリや現場に向かう緑色のガズ -56 を目撃したとの証言も上がっている。 事件の翌21日には、現場に、国内軍少将のビャチェスラフ・ポノマリョフが到着し、アゼルバイジャン大統領の了解のもと、さらに連邦検事総長のニコライ・トルビニア、連邦検察局長、航空工学専門家、軍事検察官や連邦内務副大臣も、アゼルバイジャンへ入った。同じく十一日、調査団団長のアディル・アガイフは、ヘリは、 地上からの大光景の武器によって撃墜され、現場からは武器や撮影機材が持ち去られていた、とテレビ放送で発表した。これに対して、人民大議員大会にナゴルノカラバフ共和国とアルメニアから出席していた、ゾリバラヤン、ビクトル・アンバルツミャン、ゲンリフ・イギジャン、ソス・サルグシアンは、アルメニア人武装勢力は潔白であると、ソビエト連邦中央テレビで訴えた。 さらに、事件直後の現場に、ナジーブラーのアドバイザーであった、アゼルバイジャン共産党元第二初期のビクトル・ポリア・ニチコがいたことは偶然ではない。彼は2年にわたって、カラバフで先導活動に従事していたと主張した。犠牲者たちの葬儀は、11月22日に、バクーで開催された。アルメニア大統領のレボンテル・ペトロヤ、 首相のフラント・バグラティアンなどのアルメニア高官らは、アゼルバイジャン、ロシア、カザフ各国の指導者にあて、哀悼のよう記した手紙を送った。ジェレズノ・ボツク共同宣言のアルメニア側全権であったバブケン・アラルクツアンも、共同宣言の各国代表団に対して、上電を打った。同時期に、モスクワで開催されていた G7 の代表らも、 犠牲者の遺族に対し哀悼の意を表明した。しかし結局は、この事件によって、ジェレズノボツク共同宣言も、また紛争の和平交渉もすべてが、無に返すこととなった。アルメニア側は撃墜は過失であったと説明し、ナゴルノカラバフ共和国側は、ヘリの墜落原因は不明であると回答した。しかし、アゼルバイジャン国家保安省は事件を、テロ行為であると規定した。 アゼルバイジャン国内ではこの事件はアルメニア人のテロリズムの陰謀と解されており、事件後の爆では自然発生的に数千人の群衆がデモを行い、アゼルバイジャン最高会議と大統領のあやムタリボフに対しカラバフの秩序を回復できないのであれば辞任せよと迫った。そしてアゼルバイジャン議会は11月26日、ナゴルノカラバフ自治州の解体と、 自治制度の廃止を決議するに至った。22名の犠牲者の詳細は以下の通り。アゼルバイジャンの人物自治州の人物カザフ共和国の人物ロシア共和国の人物ヘリ上院。ありがとうございます。